皆さん、こんにちは。2020年度、予備試験担当試験直前のですね、刑事訴訟法の対策講座を始めていきたいと思います。これは平成30年度の予備試験の問題を使って、今年の山戸がですね、最後に確認していただきたいこと、そういったことを確認していく講座です。まず画面を共有いたします。ちなみに特にレジュメは発生しませんので注意してください。ここでは刑訴の第17問、平成30年度。これを用いて、逮捕の条文は正確にというところを見ていきたいと思います。第17問です。逮捕に伴う令状によらない捜索差し押さえに関する、次のあからおまでの各記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。で、もちろん判例に従えという問題ですよね。あから見てまいりましょう。被疑者を逮捕状により逮捕する場合には、逮捕に伴う令状によらない捜索差し押さえをすることができる。これできますよ。通常逮捕も現行犯逮捕も緊急逮捕も、すべて逮捕に伴う令状によらない捜索差し押さえをすることができます。一応条文見ときましょう。210条1項です。検察官、検察事務官または司法警察職員は、199条の規定により被疑者を逮捕する場合または現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、その処分をすることができる。210条の規定により被疑者を逮捕する場合、これ緊急逮捕ですよね。において必要があるときも同様であるということになります。次、いいです。証拠物について、逮捕に伴う令状によらない捜索差し押さえを行い得るのは、逮捕の着手後に限られる。逮捕と時間的に接着していれば、逮捕前でもいい。というのが、これ、判例になりますので、これも×になります。いいでしょうか。なので、これをもう正解1番できちゃいましたね。で、実際本番でもこれで正解したら、うえおを特にね、検討しないで先行ってください。ただ、時間に余裕がある場合は、うえおを検討して、しっかり正解だって確かめるのは非常にいい作戦です。今回、学習用なので、うを見ておきましょう。う、警察官は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、人の住居に入り、被疑者の捜索をすることができる。で、これできますよ。なぜかというと、220条の1号が捜索できるって条文なんですね。人の住居または人の監視する邸宅、建造物もしくは船舶内に入り、被疑者の捜索をすること。これできます。2号が令状によらない捜索差し押さえになってます。次、A ですね。逮捕現場付近で逮捕に伴う令状によらない捜索差し押さえをすると、被疑者の抵抗による混乱等が生じるとの事情があるときは、被疑者を捜索の実施に適する最寄りの場所に連行した上、逮捕に伴う令状によらない捜索差し押さえをすることができる。これできるとするのが判例ですよね。で、お、被疑者を緊急逮捕し、逮捕に伴う令状によらない捜索差し押さえをしたが、逮捕状が発布されなかった場合には、差し押さえ物は直ちにこれを還付しなければならない。これ若干迷う選択肢ですけど、そもそも本番では後意が明らかに間違いなので正解できる。ちなみにね、おはこう考えるんです。逮捕に伴う令状によらない捜索差し押さえがなぜできるかというと、逮捕状の効力でできるんですよ。令状の効力でね。でも、そもそも令状がなかった場合は、差し押さえの根拠もなくなりますから、還付ということになります。で、あと、保釈勾留。このあたりの条文は担当と刑事実務に出てきますので、これ確認しておいてください。あと16問、18問、22問。勾留はね、勾留理由開示請求まで含めて、しっかりマスターしてください。じゃあ次、20問ですね。これは判例と論文論点は正確に完全回答できるようにしてください。やっぱりね、判例と論文論点非常によく出ます。20問です。赤です。恐喝の手段として被疑者に郵送された脅迫文書の趣旨が、その内容を相当詳細に適時しなければ、判明し難いような場合には、公訴事実に脅迫文書の全文とほとんど同様の記載をしているとしても、刑事訴訟法256条6項に反しない。これちょっと迷いますよね。学説は2なんですけど、判例は1番です。判例のスタンスとしては、もう、公訴事実の特定に必要だったら仕方がない。そういったスタンスなので1番です。次、E。
詐欺罪の公訴事実中に被告人の詐欺の前科を記載することは原則として刑事訴訟法256条6項起訴状一本主義に違反して許されないが、被告人が同前科による刑の執行猶予中である場合にはその前科を公訴事実中に記載する必要がある。あの執行猶予中かどうかっていうのは確かにね、実刑判決にするか執行猶予にするかって点では重要なんですけど、公訴事実の特定には必要ないですよね。なのでこんな必要ありません。いわば2番になります。で、起訴状には裁判官に事件につき予断を生じさせる恐れのある書類、その他の物を添付することが禁止されているので、検察官が勾留されている被疑者について控訴を提起する際に、起訴状の提出と同時に被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。これ許されます。だって逮捕状とか勾留状ってのは身柄関係なので、これね、どうしてもね出さなきゃいけないんですね。ただこれどういう扱いになるかと言いますと、裁判官一応見ないっていう扱いなんですね。見ないっていうかね、正確に言うと、見ないだな、見ない、見ないって扱いなんですよ。だから第1回公判決前のね、ものは、別の裁判官がね、チェックしますよね。で、これ実務の知識として知っておいていただきたいんですけど、第1回公判期日前においてですね、保釈とかのね、身柄関係のことっていうのは、裁判をやる裁判所とは別のところがやるんですね。それがポイントになってきます。いいでしょうか。なので、ちょっと難しいところですけど、なんか共有がダメになってますね。難しいところですけど、うはね、×ということになります。次、A ですね。公訴事実中に裁判官に予断を生じさせる恐れのある事項を記載したときは、これによってすでに生じた違法性はその性質をもはや知事することができず、裁判所は判決で公訴を棄却しなければならない。これ、丸で1番です。もちろん公訴を棄却してもね、もう一回起訴することができます。で、次、即決裁判手続きについては、刑事訴訟法256条6項の適用はない。ちょっと迷った方いると思うんですけど、即決裁判なんで、一回で終わらせなきゃいけないんですよね。ということは、いろんな書類提出するんだということで、これ適用ないんじゃないかと思ってしまうんですが、いいですか？即決裁判も、一回で終わるだけで普通の裁判なんですよ。なので、適用これあります。ここが難しかったと思います。即決裁判でも普通の裁判の延長なんだってことは頭の片隅に入れておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ最後ですね。24問、刑事実務科目で出そうな話になります。第24問をご覧ください。まず、主尋問において誘導尋問をすることができる場合がある。これ、誘導尋問ね、できる場合があります。誘導尋問って常に禁止されてるわけじゃない。ってことは知っておいてください。で、次、E。証人の記憶が明らかでない事項について、その記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けずに、書面を証人に示して尋問をすることができる。これね、刑事進む科目で出そうな話で、結構重要です。で、これできません。で、刑事訴訟規則の、ここのね、スライドに書いてる199の10見てください。刑事訴訟規則の199の10です。199条の10です。訴訟関係人は書面または物に関し、その成立、同一性、その他これに準ずる事由について、証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面または物を示すことができる。で、これよくあるのが、証人の調書を示す場合ね。証人の調書、これあなたの調書ですよね。あなたの印鑑を押されてますよね。これが規則の199条の10です。で、2項。前項の書面または物が証拠調べが終わったものでないときは、あらかじめ相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし相手方に異議がないときはこの限り。199の10の同一性の確認は、これね、聞かなきゃしょうがないことですから、裁判長の許可いりません。
ここ注意してください。では次、規則199条の11です。訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項について、その記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けてですよね。書面、括弧供述を録取した書面を除く、または物を示し尋問することができる。2項です。前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。不当な影響を及ぼす恐れがあるから逆に言うと裁判長の許可が必要なんですね。でついでに199条の12、図面等の利用も見ましょう。訴訟関係人は証人の供述を明確にするため必要があるときは裁判長の許可を得て図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。199の10だけ裁判長の許可がいらないということになります。じゃあうですね。証人は事故の祖父が刑事訴追を受け、また有罪判決を受ける恐れのある証言を拒むことができる。まあ、これできそうなんですけど、祖父まで入ってたかなっていうのがちょっと不安だっていうことですよね。で147条一応見ておきましょう。何人も差に掲げる者が刑事訴追を受け、また有罪判決を受ける恐れのある証言を拒むことができる。あ、刑事訴訟法ですよ。刑事訴訟法の147条をご覧ください。で1号、事故の配偶者、3親等内の血族、これに当たりますね。もしくは2親等内の姻族、また事故とこれらの親族関係があったということになります。で、A です。裁判官は検察官の請求により、第1回公判期日前に証人尋問を実施する場合には、被告人、被疑者、または弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。これ×です。非常に有名な話なので見ときましょう。226条をご覧ください。あ、画面共有が なんか停止されちゃってますね。あ、大丈夫かな。226条をご覧ください。犯罪の捜査に書くことのできない知識を有すると明らかに認められるものが第223条1項の規定による取り調べに対して出頭または供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。まあ、こういった規定ですよね。で、228条1項をご覧ください。前2条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所または裁判長と同一の権限を有する。で、2項、ここですよ。裁判官は、捜査に支障を生ずる恐れがないと認めるときは、被告人、被疑者、または弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる義務ではありません。まあ、批判があるところですが、こういう条文になっています。ということで、誤っているのは、いとえ、4番ということになります。で、次、おですね。裁判所は証人が被告人の面前において圧迫を受け、十分な供述をすることができる、できないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官は弁護人の意見を聞き、その証人の供述する被告人を退廷させることができる。これありますので、丸ということになります。で最後、もう一問、ケース25問です。失礼しました。ケース25問、これ、伝文ですね。伝文難しいんですけど、これ、得意な人は取りに行ってください。で第25問、映しますよ。あ、映さないですけど、第25問、見ていきますね。で、あ、刑事訴訟法321条3項所定の書面の作成主体は、検察官、検察事務官または司法警察職員とされているところ、火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有する者は、私人であっても同項の作成主体に準ずる者と解されるから、同人の作成した燃焼実験報告書についても、同項の書面に準ずる者として同項により証拠能力を認めることができないですよね。で、場合によっては321条4項。で認められるということになりますので、あが×になります。で、次ですね。E。捜査官が被疑者の供述内容を明確にすることをしたら目的として、被疑者に犯行状況について再現させた結果を記録した実況見分調書の要証事実が、再現された通りの犯罪事実の存在と解されるときは、これは伝聞が入ってますよね。このような内容の実況見分調書の証拠能力については、
刑事訴訟法326条の同意が得られない場合には、同法321条3項所定の要件を満たす必要があることは求める。これ全体、実況見分調書全体の伝聞性、連外。で、さらに、被告人である再現者の供述の6種部分については、同法322条1項所定の要件を、写真部分については書面音韻を除く同項所定の要件をそれぞれ満たす必要がある。これもあれですよね。実況見分調書全体の伝聞例外を321条3項順用で検討して、ここの伝聞性も検討する。この指定を忘れないでください。理由です。刑事訴訟法323条2号の業務の通常の過程において作成された書面に該当するか否かは、その書面自体だけから判断されなければならず、その作成者の証言と関係証拠を考慮に入れて判断することは許されない。これ迷った方もいると思うんですけど、聞かなきゃ分かんないですよね。なので許されるので、これが、罰になります。ただ、うが分かんなくても、え、おは絶対分かってくださいね。え、犯行の状況を撮影したいわゆる現場写真は非供述証拠に属し、そうですね。当該写真自体またはその他の証拠により、事件との関連性を認める限り証拠能力を具備するものであって、これを証拠として採用するためには、必ずしも撮影者らに、現場写真の作成過程ないし事件との関連性を証言させることを要した。まるですよね。で、お、これも大事です。刑事訴訟法328条により拒否される証拠は、信用性を争う供述としたものの、それと矛盾する内容の供述が、同人の供述書、供述登録した書面、同法が定める要件を満たすものに限る。同人の供述を聞いたものとす、聞いたとするものも、公判期日の供述またはこれらと同し得る証、得る証拠の中に現れている部分に限られる。これもそうですよね。328は確認規定で、そもそも非伝聞のものを、証拠とできるという条文ですので、これもあるになります。いいでしょうか。とにかく刑事訴訟法ね、やっぱ論文と共通論点をしっかり確認してほしいんです。それだけで違います。あとはね、捜査の条文とかをさらっていって、なるべく点数を上げる、そういった方向で頑張ってください。それではケースはここまでです。お疲れ様でした。